動画をご覧の皆さん、こんにちは。おたほです。今日紹介するおもちゃは、仮面ライダーガイムデラックスマンゴーロックシードです。マンゴーロックシードは仮面ライダーバロンがアームズチェンジしてマンゴーアームズに変身するためのロックシードですね。それでは早速箱の中を開けてみたいと思います。こちらがマンゴーロックシードです。オレンジとゴールドのカラーがとても綺麗です。ボタンはブドウロックシードと同じですね。2と3がダミーになっています。電源を入れる瞬間がいつも楽しみですね。音を出してみたいと思います。バナナロックシードと同じですね。このようになっています。ナンバーは LS の11ですね。それでは戦国ドライバーにセットしてみたいと思います。このようになっています。マンゴーですね。ここにはマンゴーアームズの武器が書いてあります。必殺技サウンドを出してみたいと思います。このようになっています。今回のデラックスマンゴーロックシードのレビューいかがだったでしょうか。オレンジロックシードとは違う色味のオレンジカラーがとても綺麗です。今後も続々と発売される仮面ライダーガイムのおもちゃをレビューしていきたいと思います。いつもコメントやチャンネル登録などどうもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたほでした。